ユニホンテレビ。もう一回 OK ですか？はい、OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張っていきましょう。はい、素晴らしい。明るい笑顔で迎えてくれたのは店主の今野康人さんです。湯切りやってるってことです。もうまだもうちょっと待って。今野さんが営む喜怒哀楽は国道7号沿いにあります。店の看板メニューを大きく謳ったオレンジ色の建物が目印です。小さい頃から自分で何かを始めたいという気持ちが強かった今野さん、中学校を卒業してすぐに調理師免許を取りました。その後いろいろな仕事を経験し、今から17年前、2ヶ月間の修行を経て28歳でこの店を構えました。どこに修行に行ったの？盛岡。で、2ヶ月だけ。2ヶ月だけって、濃い2ヶ月。あの味を人生で味わった時にやった感じ。え、こんな気づいよと思った感じがする。だからもう楽しかったですよ。悔しかったしな、最初。そっからが大変ですよね。一人でこっちに帰ってきた時にどこまでやれるかって、毎日3年ぐらい失敗ばっかりです。同じものを作るのがやっぱ大変で、だからそれがだんだん楽しくなってますよ。多分みんなどこのラーメンも頼まないけど。店の看板メニューがこちら、品そばと牛めしです。驚くのは注文してから目の前に出てくるまでの速さです。何分ぐらいでできるんですか？2分ぐらいでございますよ。はい、どうぞ。どちらで？すごい早い。早いですよ。麺は1分ぐらいだからですからね。多分秋田で暖房がいるに入んねえかな、速さは。みんなびっくりしませんか？早くて。あ、びっくりする。って言われる。ってこんなに早いとは。では早速いただいてみようと思います。品そばあっさりをいただいたんですけれども、本当にあっさりしてて、いくらでもスルスル入ってくるような感じです。美味しいです。では牛めしもいただきます。このお肉大きいの珍しくないですか？コロコロした筋肉です。へえ、超柔らかい。店が長くなるにつれ、今では地元はもちろん秋田市や山形からもお得意さんが立ち寄るようになりました。変わらず同じ味を提供し続けることが難しい反面、やりがいと話す今野さん。最も大変なことを尋ねると、大変な時ってあんのかな。ずっと楽しいからやってれば。小さい子供だ、このぐらいで、5歳ぐらいの子供がまだ大人になって食べに来た時、覚えてますか？おお、覚えてるわみてえな。そういうお客さんまだ楽しいし、ありがとうなみてえな。料理は早く、付き合いは末永く。そんな今野さんのお店に、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。きっとお腹も心もすぐに満たしてくれますよ。